スルタン・アグン・アディプラブ・ハニャクラクスマは、マタラム王国の第三代スルターン。強大な兵力を背景に、近隣諸国を征服し、マタラムの最大半島を築き上げた君主として知られている。スルタン・アグン統治期のマタラム王国の半島1613年に王位を継承し、翌1614年にスラバヤ・トマランに侵攻するが、攻略に失敗している。しかし、 両国から賠償金を得ることに成功し、それを戦費に当て、ウィラサバを征服した。1616 16年に、スラバヤがマタラムに侵攻するが、ア軍の率いる軍隊はパジャンで、スラバヤ軍を撃退した。同年後半に、ランバン近郊の都市羅せ1617年に、スラバヤ南東部の都市パスルアンを征服した。1619年には、ジャワ島で、サイコ。 最大の海岸都市トゥバンを占領した。スラバヤはマタラムにとって長年の敵国であり、ア軍の祖父スタウィジャやトーパネンバハンハニャクラワティもスラバヤを攻略することができなかった。ア軍は1622年にカリマンタン南西部のスカダナ、マドラ島に侵攻し、1624年に征服した。同時期にスラバヤを包囲し、1625年に スラバヤを征服した。スラバヤを攻略したことで、マタラムの領土は、ジャワ島の中部、東部、マドゥラ島の東端、西端、山岳部を除いた全域を組み込む大帝国となった。マタラムは農業を基盤とした国家のため、交易を軽視する和軍は、海軍力の増強には消極的だった。これは1629年に、オランダ東インド会社の拠点バタビアを攻撃した。 際に裏目に出た。ア軍は強大な陸軍を保有していたが、海軍が脆弱だったため十分な包囲制を行えず、バタビアの攻略に失敗している。撤退後、ア軍はバリ島に侵攻し、ジャワ東部バランバンガンを包囲した。ア軍はジャワ全域を支配下に置いたが、バリ島に支配を広げることはできなかった。これにより、バリ島はイスラム国家が多数存在する中で、 ヒンドゥー教国として存続した。外政を進める一方で、阿軍は内政の充実にも力を注いだ。全法を改正し、裁判制度をクルアーンに基づくものに改めた。六百十四年にカルタ宮殿を建造したほか、ニモギリ寮母をはじめとした多くの公共建築物を建設した。阿軍の功績は取り込んだ領土で実施した行政改革にも見られる。彼は、 支配領域で革新的で合理的な行政機構を確立させた。バンテニアバタビアに面したジャワ西部を中心に反王領を制定し、貴族たちを反王に任じて支配権を与えた。この反王はブパティと呼ばれ、オランダ領東、インドまで存続し、植民地支配の協力者として徴用された。1625年までにマタラムは、 ジャワ周辺における最大の大国となっていた。しかし、国内では反乱が頻発し、1617年にパジャン、1627年にはパティで反乱が起きた。相次ぐ反乱により、マタラムの領土拡大はスラバヤの攻略を最後に止まった。アグンは1630年にクラテン南東部のテムバヤとで反乱を鎮圧するが、 1631年から1636年にかけて、ジャワ西部のスメダン、ウクールの反乱に対処することになった。この間の1628年から1629年にかけて、アグンは再度バタビアを包囲するが攻略に失敗している。1632年、アグンはジョグジャカルタ南方1 5トルの場所に、モギリ両母の建造を命じた。この墓地には、 アグンと妻バタンや息子などのマタラム王家のほか、王家分立後のスルタン家の王族が埋葬されている。1645年春に死去し、王位は息子アマンクラト一世が継承したが、マタラムは、中央州権下を目指す、アマンクラト一世に反発した貴族によるトゥルノジョヨの、乱が勃発し、オランダの介入を招くことになる。スルタンアグンが描かれた切手アグンは、ベドハやヤガムラン。 ワヤンクリなどの伝統芸能を進行したが、それを裏付ける資料は現存していない。オランダの資料には、ジャワの言語による記述が見られるが、解読が困難なため研究が進んでいない。インドネシアでは、ア軍は、ジャワの統一とキーイカの実現、オランダとの闘争を指揮したことで、高い評価を得ており、スハルト時代に、インドネシア国家英雄の称号を送られている。また、 アグンの初期の活動について検証可能な記録が現存していないため、彼の生涯は神話的、英雄的な物語に彩られている。彼の墓地に巡礼することは幸福を呼ぶとされ、多くの人々が巡礼に訪れている。ありがとうございます。